西武から単年契約で残留の打診を受けている山川は、FA 宣言期間2日目の7日も所沢市内の球団事務所に姿を見せず、その一方女性トラブル発覚まで FA 移籍先の本命とされていたソフトバンクに気になる動きがあった。巨人2年目のアダム・ウォーカー外野手のトレードの成立を発表した。日本で実績ある助っ人なら安心感がある。指名打者での起用が濃厚で山川の獲得ができなかった場合の保険にもなりうるとソフトバンク関係者は語った。残留っぽいな。でもまあ実際残るべきだよな。西武の単年減額がどれくらいのレベルなんだろ。西武入り決断の山川。結局どこも及び腰になって西武残留したら笑う。西武が宣言残留認めるならとりあえず宣言はしそう。中日だけじゃなくなんだかんだソフトバンクも手出しそうやし。中日一人勝ちじゃん。西武と中日の一騎打ちか。ライバルいない今が一番お買い得やな。中日ドラチャンスやで。みそぎを行いたい山川と右の大砲が欲しい中日ドラ、ウィンウィンやね。中日ドラも清原がコンプラ的にダメやから山川もダメでしょとか言われてなかったっけ。中日に入るのもある意味懲役だしな。バンドヤと山川でも30本打てへんやろ。中日ドラは女性ファンが山川来いと言ってたし大丈夫だぞ。面白いのは中日が中田山川取り。中日ドラなら許されるという風潮。円安が続けば中日ドラは来年もビシエドに多く払わなあかんのやで。山川に行く余裕ないやろ。まあ足元見て値切れるようならケチドラも動くんちゃうか。中日は存在自体がコンプラギリギリみたいなところあるからな。これで山川取ったら上限オーバーやろ。まあなんか山川トーンダウンしてるのは確かよな。それなりにダウンの単年提示もらってるぽいのにこの慎重さやし。西武で食材か、中日で景気を務めるかの選択か、どっちにしろ食材終わったらホークス行くつもりやろ。コンプラ的にはソフトバンクは監督の方がアウトやろ。中日に行かねえとみそぎになんねえぞ。中日に行って米抜きで体重落とそうや。